部は1年生から3年生まで何人ぐらい部員がいるんですか？熱射病でかからないようにしていただいて、もうあの席立っていただいて結構ですから、誰もいなくなっても一人で喋らなきゃいけないですまあ本当にこの青森県のこの、まあ青森みんな素晴らしいとこなんですけども、特にこの津軽ってところはですね、まあ空気も美味しいし、車もそれほど走ってねえし、鉄道といえば津軽鉄道が、27キロですか、約27キロこの先の中里ってところまで走っておりまして、まあ、ストーブ列車とか皆さんご存知だと思いますけども、まあ歌で言えば、まあ、名曲津軽平野、自分で言うのもおかしいですが、津軽平野そのものを歌っておるわけでございまして、今日なんか恥ずかしいんだよね。うん、それがおかしいのが、団体で歩くと一番おかしかったのはサンフランシスコという、そこに、長期でちょっと行って ありまして、向こうからどうもその青森弁っぽいのよ。どうさどうな、サンフランシスコだ平野に雪降る頃はよ踊一人で出稼ぎ自宅
今年の方がまたちょっと日陰に入っていただいて、で美味しいものでも食べていただいて、そして津軽平野、吉幾三がいつもこうやって毎年、なるべくお待ち申し上げておりますので、今度は、こんだけの舞台があれば、うちのバンドも5人か6人は乗れると思いますから、1年に1度天気の異常を見計らって皆さんとここで野外コンサートできればいいなと思っております。たくさんの方が来ていただいて本当に嬉しいございます。どうぞ私の大好きな津軽平野ゆっくりと堪能していただければと思っております。ありがとうございました。